プガバリです。今回は新しい企画をちょっとやらさせていただこうと思います。今回の企画は彼氏に履いてほしいスニーカーベスト5。今回ゲストをお呼びいたしました。ゲストのさやさんです。どうぞ。はい、こんにちは。ABEX のさやと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段ね、僕ね、自分の好きなスニーカーを履いてはいるんですけど、だから女性から見てこうね、やっぱ男子に履いてほしいっていうスニーカーが気になったので、女性目線から見る男性に履いてほしい靴ってことですよね。そうですね。わかりました。今回お世話になるお店はこちらです。どうぞ。今回ご協力いただくのは、はい、アトモス吉祥寺さんです。イエーイ。それでは店内見ていきたいと思います。レッツゴー。早速見ていきます。めっちゃいっぱいある。めっちゃ可愛い。この色とか珍しくないですか？これ可愛いな。可愛いな。こういう赤いのも可愛い。こういう羽なのを履きこなせるなんかおしゃれな人とかもすごい好き。この青いタグがついてるのはこのアトモスさんにしか売ってない限定品らしくって、こういうシンプルなのを履きこなすと結構欲しいです。これだったら彼氏となんかお揃いとかにしたいかも。でちょっと上も見ていきたいと思います。2階はセールなんだ。これ8000円。これとか5000円ですよ。5000円、超安い。これ私も欲しくなる。こういうのも可愛いな。それこそこういうシンプルなシャツにこういうの合わせてほしいかも。7000円、安い。これ5000円なんですけど、ちょっと動画で伝わるかな。キラキラ感があって、これもいいな。こっちもある。めっちゃあるじゃん。これも可愛い。リーボックの黒と赤の組み合わせ好きなんですよね。これめっちゃタイプ。これすごい可愛い。この色なんか秋口とかになんかデニムとかに合わせて履いてほしい。ユーイング。これすごい可愛い。この形すごい好き。このシリーズいいな。これも可愛いな。黒と赤の組み合わせ好きなんですけど、中がちょっと透ける感じ、こういうの可愛い。これちょっとソックスを何合わせるかもちょっとポイントですね。こういう迷彩とかも可愛いけどな。なんか秋とかになったら迷彩とかの柄が履きたくなるから、なんか私が迷彩のお洋服とか着てる時にこういう靴を履いてくれてたら、なんかちょっとこっそりお揃い感があってちょっとドキッとする。まあ、青も可愛いけどな。色が爽やかだから。迷う。どうしよう。よし、決めました。それでは彼氏に履いてほしいスニーカーを5足選んでいただいたということで、はい、結果発表していただきましょう。イエーイ。どう。それでは第5位をお願いします。はい、5位発表します。5位はじゃじゃん、こちらです。ナイキさんのこの白い靴なんですけど、はい、これなんとですね、値段がセールでじゃじゃん、こちら5000円なんです。おすごい。5000円っていうありえない価格で買えるっていうところに魅力を惹かれたのと、メッシュ素材でやっぱりなんか夏いいじゃないですか。涼しげで涼しいプラス清潔感もなんかたっぷりな感じですね。そう、いや俺が清潔感なんか言うのもおかしな話ですけどありがとうございます。それでは、はい、第4位は4位はこちらです。おー、はい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 。これ形が超かっこよくって、なんか見た目すごい重そうだったんですけど、はい、思ったより軽いんですよね。白と黒って、うん、おしゃれというかファッションで何でも使えるじゃないですか、はいはい、で黒い靴いろいろ他にも可愛いのあったんですけど、うん、やっぱりこの他にはないスタイリッシュなデザイン、これがすごいかっこいいなと思って
自分の彼がこれを履きこなせたらすごく素敵だなと思ってこれをランクインさせました、はい、いいですね、うん、これハラチってやつですね。ハラチ、はい、私ハラチ好きですはい、なのでこれが良いです。ありがとうございます。はい、それでは第3位は、3位は、はい、じゃじゃん、おこちらです。はい、はい、エアフォースワン、はい、エアフォースワンっていうやつみたいなんですけど、はい、この色合いがなんとも絶妙におしゃれで、うん、これを選んだんですけど、うん、白と黒もあったんですけど、はい、黒はここの部分が黒くって、うん、あの白とこのカーキの色がここがゴールドだったんですね、うん、はいはい、でこのカーキとこのゴールドの色の組み合わせもすごくおしゃれで、これすごい素敵だなと思いました。そのヘビがね、またなんか、なんか大人っぽいというか、そうなんですよ、これすごいおしゃれ、なんかちょっとフォーマルっぽい格好にこれを合わせてもすごいおしゃれに履きこなせるんじゃないかなと思って、はい、これちょっと選びました。もうとりあえず色に一目惚れですね。なるほど、いやかっこいいよ、大人っぽいですね、うん、なんかルブタンの財布持ってそうな人が履いてそうな感じですね。あ、そう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 、すごいなんか大人の階段登ってるようなスニーカーですね。かわいい、かっこいいです、かわいいです、うん、ありがとうございます。はい、はい、それでは第2位は、2位はじゃじゃん、こちらです。エアーマックス、1ですね。エアーマックス1、はい、これ、うん、なんかすごい涼しげ、はいはい、今は、まあ、すごい暑いじゃないですか、はい、で夏のファッションにすごいぴったりだなと思って、うんうんうん、でこの白ともちろんブルーの色合いも可愛いんですけど、気に入ったのがこのナイキさんのこの何ロゴ、はい、が何、これねジュエルってやつなんですよ。ジュエル、そう、はい、なんかテカテカしてて、はいはい、なんかプクプクしてすごい可愛いんです。そう、可愛い、柔らかい感があるっすよね。そう、すごいなんか優しい感じで、はい、夏のファッションにこれを履いてたらすごいおしゃれだなと思って、ちょっとこれを2位にランクインさせました。爽やかなんじゃないかな感ありますよね。うん、イントネーションでいきましたねそう、爽やかなんじゃないかな感はすごい出てるし、はい、おしゃれなんじゃないかなって思うんでちょっとこれをチョイスしましたじゃないかな感、ありがとうございます。はい、それでは第1位の発表です。1位はですね、はい、もう私が一目惚れしたこれです。おこのユーイングさんシリーズ、はいはいはい、この赤ね、もうこれ超可愛いです。もうこれは、はい、もう女性としても私が履きたいぐらい、もう一目惚れなんですけど、もうこのフォルムと、はい、この後ろのデザイン、あー、いいね、そう、これがすごい可愛くて、もう完全にもう即決めの1位です。なるほど、これは、まあ、夏でももちろん可愛いんですけど、はい、もう素材も素材なので、うん、秋とか、あー、いいっすね、秋冬に、うん、もうシンプルなデニムとかに合わせてほしい。この色意外と、まあ、ちょっと赤だから派手かなって思うんですけど、はい、多分白いパンツに合わせても黒でも普通のデニムでも意外と何にでも合わせやすいと思うんですよ、はい、だからなんかこれたくさん履いてほしいなと思って、ちょっと彼にはこういうの履いてほしいです。なんだろう、エンジの色がちょっと落ち葉の色に近いんじゃないかな感ありますよね確かにちょっとあの秋秋を感じさせるような感じで、これ演じっていう人久しぶりに言いましたけど、ね、いや演じじゃないですよ、なんかボルドとかなんかいろんなおしゃれな言い方あるじゃないですか、あのワインレッドとか、ワインレッドとか、なるほどなるほどはい、この演じ色のスニーカーすごい可愛いです。ありがとうございます。第1位いただきました。いいです。ということで彼氏に履いてほしいスニーカーベスト5をやらせさせていただきました。さやさん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そして、うん、アトモス吉祥寺店さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。このキャップ、アトモスさんでしか買えない、
オリジナルの帽子なので、こういう可愛いグッズも売ってるので、ぜひぜひチェックしてください。はい、しかもこちらニューエラさんのね、コラボのになるので、はい、ということで、またお時間ありましたら見ていただけたらと思います。以上です。どーん。